カート。はい、皆さんこんにちは、フィンカートです。今回やるのは、モフモフの習得についてやっていこうと思います。モフモフって、基本的に書くのが結構難かったりするんですよ。今回それをマスターしていきたいなとか思いまして。今回書くのはシマエナガです。シマエナガって、結構丸っこい鳥なんですね。それを書いていこうと思います。シマエナガの影の部分は、今回赤でやっていこうと思うんです。それでは皆さん、モフモフを習得、マスターしていきましょう。最後まで見ていってくれると嬉しいです。それでは始めていきます。はい、今回使うのはですね、ちょっと新しい筆を使っていこうと思います。アクリル絵の具と、足りない色は、アクリルガッシュで補っていこうと思います。まず、白と青の絵の具を混ぜます。これ背景にします。今回春がコンセプトの絵なんですけど、この背景はやっぱり春っぽい印象になったでしょうか。パレットは、とりあえずこのセリアのメモ帳を使っていこうと思います。はい、そしてシマエナガのフォルムをとりあえず描いていきますね。木を一つ一つ丁寧に描いていきます。ここから影を描いていきます。シマエナガ、このシマエナガ顔の半分、左半分が影になってたんで、そこの部分を薄いピンクで塗っていってました。筆の先っぽを駆使してグラデーションを作っていきます。はい、あらかたが描けたでしょうか。今度はそこ外側に筆のふさふさを描いていきます。こういうのはやっぱり地道作業なところはありますね。続いて体の方はこれで完成となります。はい、今度はシマエナガの顔を描いていきます。あらかじめ描くところに点とかをつけて、そこから塗っていきます。なんか喋ってたらどんどん地声になってくる。顔のハイライトと影をどんどん分けていきましょう。シマエナガはくちばしのハイライトの面積ちょっと大きかったですね。はい、顔の方はこれで完成ですね。今度は背景に移ります。さっきの赤と白と黒を混ぜた色ですね。今回はそんなに使う色の種類が多くないんですよ。全部混ぜたりとかしてやってます。で、次は、スパッタリングとかいう部類ですね。これ周りにすっごい飛び散るので皆さん気をつけてください。はい。それでは、これで完成しました。あとはサインを書くだけなんですけど、ちょっとまだ乾いてないので書けないですね。ちょっと今回の動画はざっくりとなんですけど、皆さんも挑戦してみてください。結構シマエナガって書くと楽しいですよ。はい、それでは完成した絵はこちらです。はい。綺麗に書けましたよね。はい、最後までご視聴ありがとうございます。もしよければ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回予告、ジュースの水彩画を出します。ショートで。見てね。じゃあね。